アクセルのひねりに応じたエンジン回転数もなんか気持ちよく、自分のイメージよりはややレスポンスの方が早いぐらいに上がっててくれるので、はい、名古屋ライダーズです。今日もいい天気になりました。あ、春だね、いい天気だね、ポカポカ陽気なんで、今日もちょっとだけプチツーリングというか、まあツーリングじゃないんだけど、ボルト友達がね、YSP でやっている試乗会に一緒に行こうって言ってくれたので、ちょっと行ってこようと思ってます。YSP 刈谷に行きます。あの全国いろいろね回りながら試乗会をやるみたいで3車種準備されていました。確か MT7 と MT9 と XSR900 だったかなの3台だと思ってます。予約も何も必要なくて、当日 YSP で手続きをしてくださいって話でした。一応電話もしたんですけど、当日来てもらえばいいですよって話だったんで、で、何も予約せず向かっているということになります。人いっぱいいるかな、ちょっとよくわかんないけど、すぐ試乗できればいいけど、何時間待ちって言われたらやだなって思ってます。はい、それではすぐそこではありますが、 YSP 刈谷まで GO です。はい、どうぞ。こんにちは。試乗会ってここでやってます？やってます。あ、ちょっとまたがっていい？あ、全然いいです。写真撮ってもらおうかなと思って。コメントでラブホテルエゴーって感じ。やめてよ。はい、これでXSR に浮気っていう台で。もうなんか降りたらしいんすよボルトって。みんなに内緒で今日買ったらしいよって。あ、これあ、おお、っていうかポジションがね、ステップがややこれ後ろなんだね。もうちょっと、あ、ちゅうか前傾じゃんこれ、結構 XSR前傾だよ。ちょっとパワーがあるかないかは車が回せない。音がなんかこれ軽いっていうか高いね。これどういうカテゴリーになるんだろう。あ、しまった。さすが900、加速が違うね。アドベンチャーみたいに、なんかもうちょっと姿勢がまっすぐになるのかなと思ったけど、そうじゃなくってちょっと前傾なんだよねこれ。うん、難しいな。好みだけを言えばこのライディングポジションならスーパースポーツがいいな。XSR を買う意味とは。そんなこと言ったらお前分かってねえなって言われるだけやけど、分からんなこれよ。足つきもええ感じに悪くって、そこそこの前傾なんだよね。そうすると、このバイクだとなんか、なんだろう、長距離走るか林道を走るかみたいな感じかなっていうイメージ持っとったけど、多分違うんだよねこれ。そんなバイクじゃないよね。ライディングポジションは前傾、足は163センチ、つま先っていうか、まあ、普通のつま先立ち、ツンツン立ちじゃなくって、このハンドルのミラー、パーエンドミラーやったっけ、これも結構面白いね。見やすい、視認性はいいです。あ、これひょいひょい結構いくじゃんね。いやでも加速はすごい、さすが加速はすごい。
これあかん。 XSR はさ、止まっとる時もさ、やっぱり足つきが悪いのもあるかもしれんけど、でちょっと前傾じゃない、手に力がかかる。これ多分長距離行ったら疲れるんじゃない。ちょっとこれは辛いな。トルクはあるね。3000回転ぐらいからぐーんと、もうこれトルクはありますね。加速はむちゃむちゃやっぱりいいな。低回転域からぐぐんと前に引っ張られる感じはするね。ちょっとこのバスがおるともうあれだな、回せないな。よし、加速だ。これすごいわ、加速はすごいな。これすごいすごい。これやっぱりボルトの音で慣れているからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、ちゅうかこれ3気筒もしかして。音が高いね、甲高い。ただ加速はいいです。しかも低速域から、違う違う、低回転から太いトルクを出してくれてますんで、その吹き上がりというか、アクセルのひねりに応じたエンジン回転数もなんか気持ちよく、自分のイメージよりはややレスポンスの方が早いぐらいに上がっててくれるので、走りまくるにはすごい魅力的なんじゃない。これボルトみたいにね、ゆっくり走るようなバイクじゃなくて、こういうね、速度を出す、スピードを出すバイクとしてはレスポンスはむちゃむちゃいいと思う。これ意外と前傾なんですね。そうなんですよ。ちょっとタンクがやっぱ張ってるので。そうだよ、ハンドルもちょっと上げることもできる。あ、そうそう、もっとなんか普通にピーンと背筋伸ばして乗るバイクかなと思ったら、意外と前で、ステップもやや後ろじゃない。あ、シートですか。あ、じゃあステップ、ステップ、なんとなく違う。まあ基準がボルトだからちょっとあんまりそれと比べてもあれだけど、結構あのカタログとかやと欧州の体の大きい人たちが乗ってるんで、うん、やっぱいざ日本人が乗るとちょっと、そう、ちょっとね、ちょっとやっぱあれだった、あ、スーパースポーツみたいと思って、うん、今の XSR はこれ、うん、これは長距離きついかなと思った。ポジション的にはこっちの方が楽かもしれないけど、なんとなくね、足高い分、確かに言われた通り、止まった時に手に荷重というか体重かかっちゃうんで、あ、じゃあこれ僕いいですか、 MT-09。 XSR と MT-09 足つかんかもしれないな、これまた怖いな。MT-09 に乗らせてもらいます。これね、今のところポジションはいい感じです。ちょっとそのさっきの XSR よりは前傾度合いは軽いというか、どちらかというと背筋ピンに近いと思うけどね。あ、これは、あ、これ楽だ。ステップはこれ普通なのかな、やっぱりちょっとボルト基準にすると何ともあれやけど、ステップはやや後ろ気味になっていて、ハンドルが高いのか近いのか楽です。これでもなんかバランスはこんなものかな、やっぱりちょっとステップがやや後ろっていうのは少し気になるところだけど、慣れなんだろうね。これも足つきはまあよろしくないですね。何度も言うけど163センチ、足短めで、もうつま先ツンツンです。あ、でもこれ楽だ。あ、これはね、姿勢が楽、まず姿勢が楽なんといっても、あ、足ツンツンだな。でも
トラルに入ってしまいました。あーこれ楽、乗ってて楽。ポジションだ、ポジション。これもやっぱり900だけあるから、これエンジン一緒なんかね。3000回転超えたぐらいからそのやっぱり鋭い加速は見せてくれてるんだけど、ちょっとさっきの XSR に比べたらマイルドなような気がする。違うかな、もっと後でちょっとぶん回してみよう。 XSR と MT どっちか買いなさいって言われたら MT 買うな、これ。まあ、個人の趣味なんでね、あの別にバイクがいいとか悪いとか言ってるわけじゃないからね、単なる私に合うかどうかというだけの話なんで。これウインカー周りが、これヤマハさっきのやつもそうだけど、ウインカー周りがごちゃごちゃして、これようウインカー探さなあかん。まあそれも慣れだな、慣れだけど、なんか初めてだとウインカー探さなあかんだよね。ここって言ってごちゃごちゃして、いろんなスイッチがあってごちゃごちゃしとるイメージだよなこれ。うわすごい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 、4000何百回転の加速はすごい。これはすごいですわ、これ面白い。この加速やばいねそうでしょう4000回転くらいなんかもうすごいでしょ、ビューンといく。ロールやったらウィリーするそんな感じだと思う。やっぱこれも一緒、同じエンジン特性、同じワインジン同じか分からんけど、もうビューンとくるもん。なんかエンジン一緒とか言ったんだけど、そうか、じゃあそうかもしれん、特性が同じ。クラッチがでも遠すぎるねそれはね、まあ慣れだろうね、そんなも全部。結構そのミラーもなんか見やすくない、なんとなく、うん、それもなるねえ、体が映んないから、そうそうそう、いいよね。ロケた時に終わるよね。あ、まあ確かにそこはそこはそう、ポルトもあるんですよ、ある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 、ね、こんなんさ5000で怖かったけど9000回転まで回すことなんてあるのこれ。すごい加速、すごい尋常じゃないなこれ。これすごい加速、すごい4速3000回転でギュイッとひねるともう体が置いてかれる。面白いバイクですがな、これは面白いバイク、これは購入候補。まあまあボルトからは乗り換えんけどね、乗り換えるなら候補だなこれ。足つき悪くても面白そうだなこれ。いや僕二択ならこっちがいいな。あ、本当？こっちポジションがすごい楽だった。ちょっと高いですね、ハンドルも。あ、そうやろうね。そうそう、ハンドルが高いからかな。すごく楽で。おお。ちょっとこれ乗ってみよう。これ良かった、本当良かった。足つき悪いけど、それとなんかポジションでカバーしとる感じがする。で加速はこれ同じエンジンって言ったっけ？同じエンジンです。やっぱり、うん、加速はすごいね。マフラーが面白いよね。マフラーが。あ、何これ。本当や。気がつかんかった。あれも一緒なんや。